ノース・アダムズは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の西部、バークシャー郡に位置する都市である。ピッツフィールド大都市圏に属している。2010年の国勢調査では、人口1 3708人であり、マサチューセッツ州では2番目に人口が少ない都市だった。アメリカ合衆国で最大の現代美術館である、マサチューセッツ現代美術館があることで知られ、近年は、観光、文化、 レクリエーションの中心になってきた。ノース・アダムズの街の外観、1905年のラドミル、2012年、ノース・アダムズに初めて入植されたのは、ジョージ王戦争が起きていた1745年のことだった。この戦争中、カナダ人とインディアンが現在のプライスチョッパースーパーマーケット近くにあったマサチューセッツトリデを包囲した。捕虜30名が、 ケベック市まで連れて行かれ、その半数はそのまま死亡した。ノース・アダムズは1878年にアダムズから分離して法人化された。氏名はアメリカ独立戦争の指導者であり、アメリカ独立宣言の署名者、マサチューセッツ州知事を務めたサミュエル・アダムズにちなんで名付けられた。ノース・アダムズの歴史の大半は工場長だった。 アメリカ独立戦争より前に製造業が始まっており、それはフーシック側の二つの支流の合流点が小さな製造業のための水力を提供したことが大きかった。1700年代後半から1800年代初期までに行われていた事業は、靴製造と、卸、し、レンガ作り、製材、家具作り、帽子製造、機械工場、工場機械の製造、大理石加工、 荷車とそりの製造、鉄鋼があった。南北戦争の艦船アセスモニターには、先鉄塗装看板を提供した。1875年に開通した、風作トンネル建設の本部もあった。1860年、オリバー・アーノルド・ド・カンパニーが布印刷のための最新装置を作った。北軍のために、 政府から布を納める大量の契約をもらってその事業は繁栄した。その後の40年間、アーノルド印刷所はナッセン織物で世界最大級のメーカーになった。1905年にはノースアダムズで3200人を雇用し、最大雇用をもだった。これら成功の時代があったにもかかわらず、布の価格の低下と長引く世界恐慌の影響によって、 会社は1942年にマーシャル通りでの創業を止め、アダムズにあった小さな設備に統合した。1942年後半、スプレーグ電機会社が元の印刷工場跡を買収した。第二次世界大戦中、スプレーグの物理学者、科学者、電気技師、熟練技術者がアメリカ合衆国政府から集められ、原子爆弾を含め先進武器の重要部品の設計。 製造を担当した。スプレーグに最新式の装置があり、主要研究開発センターとなって、電気と半導体材料の研究を行った。戦後、その製品は、ジェミニ計画がつ査機を打ち上げるシステムに使われ、1966年には1万8000人の町の4137人を雇用していた。戦後から1980年代半ばまで、スプレーグは、 家電市場の電気部品を製造したが、海外との競争のために売上は加工し、1985年にマーシャル通りの創業を止めた。その閉鎖は、地元経済にとって大打撃になった。失業率が拡大し、人口が減少した。マサチューセッツ現代美術館、元はアーノルド印刷所、その後、スピローグ電機の施設スピローグ電機が閉鎖された後、 ノース・アダムズの企業と政治の指導者は、その広大な施設の再利用法を追求した。ウィリアムズ大学美術館の支配人、トマス・クレンズが、従来の美術館には適応しない大型の現代、美術の展示スペースを探していた。ノース・アダムズ市長のジョン・バーレット3世が、マーシャル通りの広大な施設を展示できる場所として、提案した時に、ノース・アダムズに現代美術館を創設するアイディアが、 形になり始めた。現代美術を提示し地域の他の文化施設との結びつきを発展させることに資する提案施設への支持を獲得する運動が熱心に始められた。マサチューセッツ州議会が1988年にそのプロジェクトに対する支持を表明した。その後の経済的混乱でプロジェクトにとっては脅威になっていたが、800万ドル。 以上の寄付を約束した地域社会と民間からの幅広い支持によってプロジェクトは前進できた。工業に使われていたスペースの規模と多様都性をその施設の過去と新しい生命に結びつけた提案は国内でも最大の現代美術と芸能のセンターとしてこのマサチューセッツ現代美術館が開館して以来文化、レクリエーション、 教育分野に基づく地域の大規模経済変革の一部になってきた。市内には新しいレストラン、現代美術ギャラリー、文化組織ができてきた。さらにかつてはシャッター通りだった地域の工場が芸術家の生活し働くロフトとして再活性化されてきた。フーシック川、ノース・アダムズ市内を流れ、その岸や、 支流の岸に建設された工場に動力を提供して、市の成長に貢献した、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は20.6平方マイルであり、このうち陸地20.3平方マイル、水域は0.27平方マイルで、水域率は1.31%である。ノース・アダムズ市は北にクラークスバーグ、東にフロリダ、南にアダムズ、 西にウィリアムズタウンの各町と接している。ノースアダムズはフーシック川が作るバレーに位置している。川は洪水を防ぐために一部コンクリートで作られた壁や床ができている。市内の自然郷修立公園には来たアメリカで唯一の大理石自然郷がある。紀元前1万1000年までに氷河の妖怪によって形成されたこのアーチ橋と放棄された石切り場は、 1838年のナサニエル放送音などハイカーの注目を浴びてきた。放送音はそのアメリカのノートブックの中にその他の土地の地形とともにこの自然郷について触れている。市の東は風作ク山地の西面があり、山州地域全体に伸びるウェストサミットが見られる。南西には グレイロック山州立保護地の北端があり、標高2951フィートと市内最高地点であるウィリアムズ山で終わる。アパラチアントレールが市の西部を通っており、ウィリアムズ山の頂上を横切り、ウィリアムズタウンを短い区間を抜けた後に北のバーモント州に向かう。ノースアダムズはモホークトレールの西の終端であり、急峻な曲がりくねった道路をウェストサミットに登る。 このトレイルがここで終わる一方で、それと合流していたマサチューセッツ修道2号線は、西のウィリアムズタウンに入り、ニューヨーク州に向かう。修道8号線も、市内を通っており、南のアダムズから市内を抜けて、北のクラークスバーグをつないでいる。修道8号線大退路は8号線 AU とも、呼ばれ8号線の東を、並行して走り、市域内に入っている。 バークシャー地域交通局のいくつかの路線では、北の終点であり、また地域交通サービスもある。市内を通る貨物鉄道線は、風サックトンネルを抜けて、東に向かう。市内には、小さな地域空港である、ハリマンウェスト空港もある。最も近い週間高速道路は東を走る91号線であり、約1時間ドライブの距離離離離れている。最も近い商業空港は、 ニューヨーク州のオールバニ国際空港である。東メインストリート沿いの家屋ノースアダムズ市は、バークシャー郡にある市と、町32カ所の中で、人口ではピッツフィールド市に次いで第2位である。一家は2010年の国勢調査による人口統計データである。ノースアダムズ市は、市長、市政委員会方式を採用している。市の機能として、警察、消防、 公共事業がある。公共図書館はバークシャー郡北部では最大であり、地域図書館ネットワークにもアクセスできる。衆議会会員ではバークシャー第一選挙区に入っており、バークシャー郡北部とフランクリン郡の一部が含まれている。上院ではバークシャー、ハンプシャー、フランクリンの3郡を合わせた選挙区になっている。マサチューセッツ州警察のバラック B。 第4駐屯所の部隊がパトロールしている。アメリカ合衆国会員ではマサチューセッツ州第一選挙区に入っており、2014年時点ではスプリングフィールド市出身のリチャード・ニールを送り出している。ノース・アダムズは独自の公共教育体系を運営しており、小学校3校、中学校1校と高校1校があり、近隣の町からも生徒を受け入れている。 その他チャールズ・ H マッカン工業高校や私立学校、教区学校いくつかもある。マサチューセッツ・リベラル・アーツ・カレッジは学生数約1980人である。人気の高い学科は英語コミュニケーション、実業、教育、歴史、美術と芸能、心理学、社会学である。1984年にノース・アダムズ市販学校として設立され、1932年に 州立、ノース・アダムズ教育カレッジとなった。1960年、ノース・アダムズ州立カレッジと改名し、経営管理と教育で専門職学位を追加した。1997年、大学名を現在の形に変更し、マサチューセッツ州立、カレッジ体系の中での特殊な位置づけを反映させた。近年、 地域での芸術と文化の中心として成長したことを反映し、美術と芸術管理の分野で、より学術的な過程を開発し始めた。その他に付近にある州立大学として、マサチューセッツ大学アマースト校がある。私立大学では隣接する、ウィリアムズタウンのウィリアムズ大学がある。グレーロックミルの窓のいくつかは、画廊として使われているノースアダムズ公共図書館。 境界通り、カディヒル歴史地区にある、ボードワンアパート、コロニアル復古町で1899年に建設、ジョンソン学校、2012年撮影、ハザウェイアパート、1850年建設エクリプスミル、芸術家の生活し働くロフトに転換された、マサチューセッツ現代美術館があることで、市内全体に多くの画廊があり、古い工場のいくつかは、 芸術家の生活し働くロフトに転換された。ニューイングランド大学館野球リーグに属するノースアダムズ・スティープルキャッツが市を本拠地にしている。球場はジョー・ウルフ・フィールドである。単一試合での観客数でリーグ記録を持っている。2006年の独立記念日にホルヨーク・ジャイアンツと対戦し6714人の観客を集めた。 この試合はジャイアンツが3対2で勝った。市では最初のプロスポーツチームはフェデラルホッケーリーグの拡張チームであるバークシャーバタリオンであり2014年秋に活動を始めた。市内には多くの競技場やレクリエーション施設があり、中心街の南にはノエルフィールドアスレティックコンプレックス、市の西端にはオルカムブライトアスレティックコンプレックスが新築された。 見どころ行事アメリカ合衆国国家歴史登録罪。ありがとうございます。